皆さんこんにちは。マキコのドキュメンタリーインタビューへようこそ。アーティストの思い、アートとの関係、アートがその方の人生の中でどのような位置を占めて、どのような影響を与えてきたか、そんなことを伺いながら、見ている私たちの生活の中でもアーティストを身近な存在として捉え、そしてアートをもっと身近に感じられる、そんな世界になるといいなというコンセプトで作られた番組です。じゃあマキコさん、一言お願いいたします。今日は篠笛奏者の関谷総一郎さんをお迎えしています。ではよろしくお願いいたします。お願いいたします。お願いします。では初めにですね、簡単に関谷さんの方から、自己紹介をお願いできますでしょうか。はい、名前は関谷総一郎と言いまして、日本の笛ですね、和楽器の篠笛を普段演奏したり、時にはですね、太鼓も叩いたりして、おります。まずは篠笛を吹きたいと最初に思われた理由をお伺いしてよろしいでしょうか。ですね、まあ、これっていうその一つに絞るっていう感じではないんですけれども、まずもともと音楽を、聴くのが好きで、特にクラシックとか聴いたりしてたんですけども、その中でいろんな楽器があるので、フルートを好きだったんですよね。で、フルートの曲を聴いてたんですけども、そのうちですね、やっぱりやりたい、音楽もやりたいと思いまして、で、そういう時に友達がやっぱ篠笛をやってて、その友達が篠笛を作ってたんですね。で、安く購入できるっていうのと、やっぱり作ってる人は買ってもらいたいっていうのもあると思うので、購入して、始めたっていうことですね。で、その師匠の師匠っていうのがいるんですけども、その篠笛のその先生のですね、演奏を聞きに行った時に、生で聞かせていただいたんです。こう美しかったんですね、その音色が。もうそれで感動して、私もそんな風に、一曲でもいいからそんな風に吹ければいいなと思って、始めました。はい。始められたのはいつ頃だったんですか。ですね、20代の前半ですね。だから、もう20年以上前になります。はい。じゃあ、そのきっかけは作ってらっしゃる方がいらしたってさっきおっしゃったんですけども。はい、そうですね、おまかに言うと、そうですね、友人の先生というところになります。はい。で、お師匠様のお師匠さんがいらっしゃる。はい。主に演奏方法を教えてくれた方っていうのは、じゃあどなたになるんでしょう。それはその師匠である友人になりますね。はい、友人ですね。はい。その他にもその師匠の師匠に、習いに行ったり、その方はプロなんですけど、で、師匠の師匠の師匠っていうのも言うんですけども、その師匠の師匠の師匠のところにも習いに行ったりしました。はい。はい。笛の演奏を、習得するにあたってですね、何かそのためになされたことってありますか。なさったこと。特に特別なことはないですね。やっぱり練習ね。もう練習、好きなので練習も苦にならなかったんですけども、音が大きいので、やる場所が、ちょっとだけ苦労で工夫したというか、押し入れの中にこもって練習したりしましたね、昔は。はい。なんかこう伺ってると、そんなに大きな音という印象がなかったんですけれども、音は大きい。音はちょっと大きいですね。
はい、金管楽器のようにそんなには大きくないんですけども、まあ、リコーダーとかよりは全然多分大きいですね。はい、分かりました。ありがとうございます。関谷さんご自身にとって忍絵がある生活というのはどのようなものでしょうか。そうですね。こう、ま、私今は制作もしてるんですけれども、忍絵の。で、演奏するにおいても、作るにおいても、もう本当にたくさんのですね、学びがあるんですよね。もちろんその演奏するときに緊張するっていう問題とかはあったり、まあ、それを克服するとか、あとは練習の方法とか、そういうことに関してこういろんな学びがやっぱりあります。でその音楽のことだけじゃなくて、笛を作る、自分で作る中でもやっぱり学びがあるっていうんですかね、どんな小さいことでも完全というか、どんな小さいことでもちょっと間違ってたらその笛を音が 出にくくなるみたいな、それは見逃してくれないっていうんですかね、その世の中の宇宙は見逃してくれないっていうところが、学んだりしました。ありがとうございます。その忍笛を作る時なんですけども、材料は何を使ったらおられるんですか。材料は忍竹といいまして、竹の種類ですね、まあ、実際種別的には笹の種類らしいんですけれども、忍笛という竹を近所の河原で切ってきてですね、でそれをまあ乾燥させて穴を開けて、作ります。その竹の種類っていうのは、それは日本の竹なんですか、輸入された竹。まあ、アジアにおそらく全体にあると思われる竹です。はい、目竹と思います。細い竹なんですね。はい、それが節の間が長いんですね。あ、なるほど。なので笛にしやすいっていう特徴がある竹です。はい。じゃあそれをナイフで、ナイフというか、そうですね。いろんな工具を使って、作ります。その工具を後ほど見せていただくことはできますか。あ、大丈夫です。はい。はい。その工房もそこにあるんでしょうか。そうですね、一応工房の、工房はちょっとあんまり綺麗じゃないのであれなんですけど、工房の一角にこの、まあ、スタジオというか事務所というか、まあ、あります。あ、じゃあ後でその お仕事についても お伺いしたいですけれども、本当はその作ってることに関して ご自身で作ってることは私は知らなかったので、今伺ってそこをもっと詳しくお聞きしたいなと今思いました。はい。ではそれはまた後でということで見せていただきながら、はい、ではまた続きをお願いいたします。はい、ありがとうございます。で今度そういって忍笛がある生活、その中で忍笛を吹くということはご自身にとってどういうことでしょうか。そうですね、こう自分と、まあ、ちょっとこう関連的な話で分かりづらいかもわかんないけど、自分とこう外側のつながりっていうんですかね、
忍びを吹くっていうことは何て言うんですか、もう自分の中で完結しちゃうことなんですけど、それを人に聞いてもらったりするときに共感を得られるというか、そういう部分でこう内側と外側のつながりっていうか、そういうことかなって思ったりします。